ハロルド・マホニーは、アイルランドの男子テニス選手、スコットランドのエジンバラに生まれる、1896年のウィンブルドン選手権、男子シングルス優勝者になり、1900年パリオリンピックでも、男子シングルス銀メダル、男子ダブルス銅メダル、混合ダブルス銀メダルを獲得した。フルゲームは、ハロルド・セガーソン・マホーニーという、彼の姓マホニーには、マホニー、または、マホニーの、 表記揺れが多い。彼のテニスは、ボレーやスマッシュ、バックハンドストロークには攻撃力があったが、フォアハンドストロークが弱点で、テニス史上最悪のフォアハンドと評した人もいたという。マホニーは1890年からウィンブルドン選手権に出場し始め、1893年に初めてチャレンジラウンド決勝に進んだが、最初はジョシュア・ピムに敗れた。 3年後の1896年、マホニーは2度目のチャレンジラウンド決勝でウィルバーフォース、イーブズを破り、大会前年度優勝者、ウィリフレッド・バデリーとのオールカマーズファイナル出場権を獲得した。バデリーとの決勝戦で、マホニーは試合時間2時間に及ぶ、激戦の末に6から2、6から8、5から7、8から6、6から3で、バデリーを破り、 ウィンブルドン選手権の男子シングルスで初優勝を飾った。しかし、1897年のオールカマーズファイナルで、マホニーはチャレンジラウンド勝者のレジナルド・ドハティに4から6、4から6、3から6のストレート負けを喫し、大会に連覇を逃した。チャレンジラウンドに戻ったマホニーは、1898年の決勝で、レジナルドの弟、ローレンス・ドハティと顔を合わせる。 マホニーはローレンスに1から6、2から6、6から4、6から2、12から14で競り負け、レジナルドとのオールカマーズファイナル進出を逃してしまう。その後は1899年、1901年、1902年に準決勝進出があるが、マホニーはもう二度と、ドハティ兄弟に勝つことはできなかった。第2回近代オリンピック大会となった1900年、パリ五輪で、 ハロルド・マホニーは、男子シングルス、男子ダブルス、混合ダブルスの3部門全てでメダルを獲得した。男子シングルス決勝では、ローレンス・ドハティに4から6、2から6、3から6で完敗し、銀メダルになる。男子ダブルスでは、同じイギリス代表のアーサー・ノリスとペアを組み、準決勝で、ドハティ兄弟組に敗れたが、 この大会では準決勝敗退選手による銅メダル決定戦は行われず、マホニーとノリスはそのまま男子ダブルス銅メダルを取った。混合ダブルスでは、マホニーはフランス代表の女子選手、エレーヌ・プレボーとの混合チームで銀メダルを獲得した。最初期の近代オリンピックでは国単位ではなく個人でエントリーしたことから、男子混合ダブルスでは違う国の選手がペアを組む。 混合チームも存在した。マホニーとプレボーは混合ダブルス決勝でレジナルド・ドハティシャーロット・クーパー組に2から6、4から6で敗れた。オリンピックでもマホニーはドハティ兄弟の厚い壁を越えられなかったのである。1905年のウィンブルドン選手権でチャレンジラウンド2回戦敗退に終わった直後、ハロルド・マホニーはアイルランドのカラキュー領地で乗っていた自転車から 転落し、1905年6月27日に38歳で死去した。ありがとうございます。